私だって好き好んで君たちに仕事をしてもらうわけじゃないんですから。特に青山さん、これは最低最悪のあなたには全く全然まるで向かないお仕事。そんな全く全然まるで向かない仕事をわざわざ私に選ばなくてもいいと。いや、ところがですね、不運というかはたまたついてないというか、他のバスガイドたちは全部出払ってしまって君しか残ってない。それでどんな仕事ですか？依頼主は我が社にとって大事な大事な大株主の杉山様よ。先ほどお電話があってね、貸し切りバスを1台、優秀なる運転手、優秀なるバスガイドをつけて大至急うちまでよこしてほしいとおっしゃる。うちまで？行き先は田園調布です。へえ、そのうちか。でかいうちだな。でもさ、タクシーじゃあるまいし、大至急貸し切りバスを1台よこせなんて変な仕事ね。あ、おい、誰か来たぞ。おはようございます。おはようございます。おはよう。あんたたち役のバスの運転手さんと車掌さんですね。はい、運転手は本田拓丸、ガイドは私、青山遥でございます。もちろん出かける前にちゃんとお掃除は済ませてらしたんでしょうね。もちろんです。この通りピカピカ。何がピカピカですか？ホコリだらけじゃありませんか？あの郊外の街を走ってきたもんですから、やっぱり。そう。じゃあ早速消毒をさせていただきます。あの、消毒ですか？はじめ。はい。あ、何すんですか、何すんですか。もしばい菌でもついていて、ご隠居様に万が一のことがあっては大変です。あの、ご隠居様とおっしゃいますと？恐れ多くも賢くも、当杉山家の大奥様でございます。あら、ご隠居様のお出ましですわ。ご隠居様、お足元にお気をつけくまして。これが観光バスですか。肩で見るとなかなか大きいもんやな。これはこれはご隠居様、本日もご機嫌おるわし。おばっさん、あんたも一緒にいてくれはるよ。あたきとおたけさんがご一緒させていただきます。運転手さんにガイドさん。はい。ご隠居様は何分生まれて初めてバスにお乗りになる。くれぐれも運転には気をつけて、説明の方も丁寧にお願いしますよ。あの、本当に生まれて初めてです。そうですね。メイドへの土産にな、どうしてもいっぺん観光バスに乗りたいというのがわての夢でしてな。ではまあ、お天気もよろしいし、運勢もええのでね、娘は皆さんにご無理言えないし。ほな、早速乗せてもらいます。ではお手をどうぞ。かがしにかお手なんか出すんじゃありません。こちらが江戸の名残の浜町菓子でございます。新派狂言で有名な明治一代女はこの辺りが舞台になっているのでございます。あんたお若いのになかなかよう知ってはりますな。ああ、いいえ、あ、私あのガイドブックで読んで知っているだけなのでございます。おまっちゃん、はい、せっかくここまで来たんやってね、船出して隅田川へ出てみたいな。とんでもございません。隅田川にはバイキンがうじょうじょしております。それにもしご隠居様におかずでも見されては、私どもが奥様に叱られますから。あちらをご覧くださいませ。何しようば、いざこととは都どりで有名なことといだしでございます。これが名物のことといだんごでございます。そうか、どうもおいしそう。あ、いけません、ご隠居様。不慣れなもの召し上がってお腹でも壊したら大変でございます。ちょっとおどくみよ。どうぞ。お参りの時にはこうして鈴を鳴らすのでございます。なかなか面白そうやな。あら、でもちょっと、あの、ちょっとお待ちくださいませ、ご隠居様。あの、バイキンがつくといけませんので、どうぞこの上から。どうぞ。ご隠居様、どうぞ。お上手でございます。ああ、気の毒だな、あのおばあちゃま。何が気の毒だ。いいか、たった3人でバス1台借り切るような大金持ちのおばあさんなんだぞ。だってさ、あの年になるまでバスにも乗ったことがなかったし、
一昨日団子も食べさせてくれないのよ。何もそう、君がそう同情することはないじゃないか。私だからこそあのおばあちゃまの気持ちがわかるんじゃないの。え？ね、そうよね。ご隠居様、お昼寝の時間でございます。今日はちょっとも眠たいことないねんけど。いえ、でも毎日の決まりでございますから。やっぱりね、なあかんかん。さえでございます。あ、どうぞお目目をつぶりくださいまして。結構でございます。ねえ、たくまる、私に協力してくれない？協力って？たとえ30分間でもいいから、あのおばあちゃまに本当の自由の空気を吸わせてあげたいのよ。お前また何かやらかそうって言うんだろ。騒ぎ起こされるのは真っ平だからな。ああ、そう、たくまるは他人の幸せなんかより自分の仕事の方がよっぽど大切だっていうのね。当たり前じゃないか。俺は運転手、君はバスガイド。そうよ、バスガイドだからこそお客様に本当に喜んでもらえるサービスをするのが務めなんじゃないかしら。え、たまにはいいこと言うでしょ。おりますのがジェットコースターでございます。ああ、あれがジェットコースター。ああ、いっぺん乗ってみたい。いや、とんでもございません。心臓発作なんて起こされたらもう大変でございますから。あの奥の方に見えておりますのがお化け屋敷でございます。ああ、これ お化け屋敷ちょっと見て。とんでもございません。ご隠居様には刺激が強すぎます。あのな、せっかく遊園地行きたんやってね、どれと一つ裏見せてくれてもええやないか。あの、だったらあの、あれがいいんじゃないかな、あの観覧車。たくまる、さあ、参りましょう。それじゃ、日本でこんなおいしい食べ物があるいうことはあっては今日まで全然知らなんだ。あ、それからね、うん、はい、これこれなんですか。ほととい団子、さっきのね、こっそり買っといたの。お呼び出しを申し上げる。嬉しいこと。田園調布の杉山様、田園調布の杉山様、混んでるわ。よろしいよろしい。なんだって80歳、たまには自分の好きなことぐらいさせてもらうな。田園調布の杉山様、田園調布の杉山様、お連れ様が正面玄関でお待ちでございます。おばあちゃまどうですか、おいしいでしょ。この焼きそばもおいしいけど、このお団子もなかなかいけますせよ。よかった、おばあちゃまに喜んでもらえて。けどこんなことして後であんたに迷惑がかかるへんやろか。どうしてですか。いや、あのな、お松さんたちがうち帰ったらきっとこのことは嫁に報告します。そしたらうちの嫁のこっちやってにきっと会社に電話して。ああ、そんなことならへっちらです。私、上の人から叱られるの慣れてますから。あんた不思議な子やな。親戚でもないわてのために。いえ、それはね、おばあちゃまと私があまりにも似てるから。似てる。おばあちゃま、秘密守れます。そら守りますがな。じゃあ、実はね、私ただのバスガイドじゃないの。本当は社長の娘なの。え、社長って青木社長の。あれ、パパのこと知ってるんですか。当たり前でんがな。あてはあんたの会社の株主です。あ、そうでしたね。けどなんでまたそのあんたがバスガイドかなんかに。ほら、鳥かごの中の小鳥は広い空を飛びたがるでしょう。私もまだなったって18歳、若いんですもん。羨ましいな。せめてあんたぐらいの若さがあったら。でもこのことはママや社員たちには絶対に内緒ですよ。大丈夫、女に二言はありません。おう、バスガイドの姉ちゃんよ。俺たちとデートしねえか。こんなばあさんとデートしたって面白くねえだろ。な、付き合おうよ。よ、俺とこのバスガイドの姉ちゃんが歩くでよ。おめえとこのばあさんと歩くでよ。おう、うん、じ
ちょっと待ってよ、それはひどすぎるよ。俺とバスガイドの姉ちゃんだよ。うるせえ、てめえは俺の子分で俺はおめえの兄貴分だぞ。何よ、二人してうじゃうじゃうじゃうで揉めてるの。私は何だって18歳、そこいらの小娘とは違うんですからね。そうですもん、私なんて何だって80歳、そこら辺のおばはんとは違いますね。何よこのババア。ついてながらこんな騒ぎを起こしてしまって申し訳ございません。青山さん、あなた今日からまた1週間お便所のお掃除よ。はーい、分かってます。ごめんね、私のためにあなたまで叱られちゃって。しょうがないよ、だいたい今日は朝からついてないんだから。でも今日はね、あなたに感謝しなくちゃいけないのよね。感謝？うん。何のことだ。ちゃんと知ってるんだから、あんなこと言いながらちゃんと私に協力してくれたでしょ。バカ、俺がお前に協力するわけないだろ。じゃあな。あ、人がせっかくお礼言ってんのに。ガイドさん、あのこちらに青山遥さんいう人いはりますか。はい、いらっしゃいますよ。その遥さんに会いとまんねんけど。さあおばあちゃん、こちらですよ。どうぞ。あ、おかえりなさい。ねえ、はるかどこ行った？あ、今までそこにいたんだけどさ、お手洗いかな。そう、じゃあ探してくるわね。よしよしよし。あと、そんな急がしまへんね。そうです、ちょっとお邪魔します。あ、どうぞ。どうも。あのですね、この人ね、スーちゃんって言ってね、よく食べるんですよ。そうなんだ。こちらね、はるかのお知り合いなんですって。よろしく、どうも。あの、これ何ですか。なんて何ですか。いや、あんたこれ今召し上がってるこれ。あ、これはバナナですよ。へえ、これがバナナ。ん？あ、これこれはこれはこれ、リンゴじゃありませんか。リンゴってこの赤色してまんのか。おばあちゃん、リンゴもバナナも知らないの。なんせ果物なんてね、生で食べさせてもらったことありませんね。だって果物って大概生で食べるもんよね。ママは衛生上いいことありませんよ。あー、出すもの出してきてすっきりした。はるかちゃん、おばあちゃま、相変わらずお元気そうですな。はおばあちゃま、どうしたんですか、こんなところへ。おそばきながら、わても広い空へ飛んでいきとなりまして、あんた見習うって蒸発してきまして。え、はるかを見習うって。それはですね、おばあちゃま、おばあちゃま、あ、そうそう、これ二人だけの秘密やったね。このね、あてね、今日からこの寮に泊めてもらいますさかい、どうぞ皆さんよろしくお頼申します。この寮に。おばあちゃん、それはいけないんですよ。この寮はね、バスガイド以外は泊まっちゃいけないの。せやさかい、わてもバスガイドになろうと思って出てきましてんが。おばあちゃんが。はるか、一体どうなってんのよ、この人。どうなってんのか、私にも分かんない。ほら、青山はるか行こう。あ、かけっこって、大変だよ。すいません。こんなところにちょこまこと座って一体何やってんのよ。あの、先輩のお声で聞こえましたので、こうやってお出迎えを。先輩に対して頭の中。ご苦労、ご苦労。今日のところはね、その気持ちに免じて許してあげます。せれバスガイドになりたいんですって。え、バスガイド。このおばあちゃんが。
この会社の規則を確かバスガイドになれるのは18歳以上の女子でしたな。あては80歳けど18歳以上に違いおまへんさかいな。いやあちょっと聞いてください。いやはあはあ、80のあのバスガイドだって私は聞いたことありませんから。おばあちゃん、バスガイドというのは一日中立ってなきゃならないお仕事です。でもおばあちゃんのような年寄りには勤めのお仕事じゃございません。私ね、足が生まれつきだって丈夫です。いやあのおばあちゃんね、うん、あのお客様にずっとサービスをしなきゃいけないんですよ。私ね、人に親切にすんのがあんた病気ほどですね。おばあちゃんね、あの歌を歌うんですか。歌は、ああ私はソーラン節が大得意です。お、ああソーラン、ソーラン、ちょっと何がソーランですか。とにかく帰ってくださいよ。そんな冷たいこと言わずに。うるさいババだな。とにかく帰ってください、帰ってください。そんな乱暴なことをしていいのですか。この方を誰だと思っているんですか。誰だと思って、何物好きなんてバスガイド師匠なんておばあちゃんじゃありません。黙れ。これは多くも賢くも、この方は我が社の大株主杉山徳様なのと。なの、この方が。そうよ、この間のプライズの、あの方。そうです、山徳でございます。まあまあ、そうとも知らず、うちの所長が失礼は申しまして、本当にも。ありがとう、うちの所長。そうと分かれば、ご隠居様、さあ、どうぞ、こちらへ。さあ、どうぞ、お隠居様。どうぞ、お隠居様。よろしい。どうせ私はね、頭のね、あんたぼーっとした薄汚いババでさかいな。いや、ご隠居様、もう。下がりやろー。ねえ、おばあ様、こんな失礼な人たちもクビね。そうですな。青木社長にちょっと電話してみましょう。あ、ご隠居様、それだけおやめになっていただきたいと思いますか。この慌てのこと、うちの方にお来社にしておいてくれはりますか。もちろんでございます。バスガイドに採用してくれはりますな。さあ、それはどうなんですか、所長さん。何もあんたが言われることないでしょ。だって私おばあちゃまのお友達ですもん。どうです、所長さん。さあ、それはさあ返事はなんと、なんと、採用いたします。よかったわね。ちいりです、さかいどうぞよろしくお頼申します。まあちゃま、はい、帽子、はい、皆様、右に見えますのが青山墓地でございます。左に見えますのが玉墓地でございます。この辺は揺れますので、どうぞご注意願います。急停車でございます。一体どうなさるんですか、所長さん。仕方ありませんな。まあ、こうなったら自分にはバスガイドは無理だと、あのばあさんに認識してもらうほかありません。いいですね、そういうわけですから。もうこりごりだと根を上げるまで、あのおばあちゃんは徹底的にしごくのです。わかりました。しごくことなら万事この島の花江にお任せください。私じゃないわよ。ならあとは時間の問題ですね。
なんですね。はあ、確かにここだと思いますんですが。笹奥様。何やってんの、ほら、ほれ。お、奥様。お母様、ご隠居様。誠に申し訳ございません。何度も何度もお断りしたんでございますけれども、ご隠居様がどうしてもこのバスガイドになりたいとお聞き入れいただけず。さあ、そんなおかしな洋服はお脱ぎ遊ばして、私どもとご一緒に。いやです、私はあんなうち帰りたいことございませんの。まあ、ご隠居様、奥様、まあおっしゃってるんですか。ね、私はね、80歳のこの年になって、自由というものがこんなに素晴らしいものかということがやっと張りかけてきたんです。私はどうしてもバスガイドになりましたかいな。まあ、なんという悲しいこと。もしこのままお母様に帰っていただけなかったら、嫁としての私の立場は私は死んでご先祖様にお詫びしなければなりません。杉山家のご隠居様ともお会いのお方、お母様は恥ずかしいとお思いにならないんでございますか。ちょっとも思いませんな。そうですよ、そうですよ。恥ずかしいのはね、奥様、あなたの方ですよ。まあ、なんていうこと。青山さん、大体ね、何をやってもいけません、いけません。それじゃああまりにもおかわいそうですよ。まあ、あなたはお母様をそそのかして、その上に所長さん。はい、何でございましょう。今日限りこの生意気な娘をクビにしてちょうだい。はい、青山、君は今日限りクビですぞ。そのクビだなんて。君は全く何というか、もう最低最悪の我が社の恥さらしですぞ。何が恥さらしです。この子は日本一のバスガイドです。こんなガイドを組み捨てんって、あんたの方こそ最低最悪の所長です。お母様、いくらお母様がおかばいになっても、杉山家帰っていただけない限り、私としてはこの子を許すわけには参りませんわ。まあ、そうすると私が杉山家に戻ると、この子はクビにならずに済むと言いなはんのか。そりゃもちろん、お母様にさえ帰っていただけたらね、所長さん。は、仰せの通りでございますね、丸山君。え、あの、私も喜び、あの、私はね、あんたのために帰るのは嫌やけど、この子のためやったら諦めて杉山家帰ります。それじゃあ私とご一緒に。おばあちゃま、やらしいやらしい。なんたって80歳、バスガイドになるにはちょっと遅すぎました。ほんま言うとな、あ、でもさっきからしみじみそう考えてたとこです。おばあちゃま、こちらでございます。あのな、わては負けてしもたけど、あんたは何だって若いねってね、わての分まで頑張ってちょうだいや。おばあちゃんもまた遊びに来てくださいね。いいいい、来ますとも。わてもな、あんたのおかげでちょっぴり強なりましてってな、もうみんなの言いなりにはなりまへんで。あ、おばあちゃん、まあまあ、皆さん、一日だけやったけどな、いろいろお世話になりました。お母様、何してらっしゃるんですの。分かってます、分かってます。じゃあ皆さん、さよなら。さよなら、さよなら、元気で、元気で、さよなら、さよなら。お母様、バカ野郎、気をつけろ。バカ野郎とは何を、何を自分の方が悪くする。お前の前方不注意じゃないか。どうすればいいでしょ。もっとね、ゆっくり歩いてくりゃいいんだよ。前見て歩いてきてんのか、お前はちゃんと。